滅びの笛は、日本の小説家、西村久し行きが表した長編パニックサスペンス。田辺節夫により、漫画化もされている。大量発生したネズミと人間たちとの戦いを描く、日本を代表するパニック小説。作品内ではこの事件の原因は全て人間に、あるということを繰り返し示しており、西村の現代社会への批判が込められている。続編の小説に、 滅びの縁がある。第76回、直木賞候補作。西村久し行きとしては、前回の第75回に続いてのノミネートであり、続く第77回にもノミネートされている。山梨県山中にて、ネズミが大量発生して、人畜を襲い、死者も出る第3次に。ネズミたちは数を増やしながら、東へと向かう。自衛隊が出動するが打つ手がない。 村、町は、混乱に陥る。恐怖に駆られた暴徒は女を犯し、ある者は銀行を襲撃、あたりにはネズミに食われた死体が転がる。ネズミは、プロパンガスのホースまで火事隠所で火事が起き、ついには、甲府市が火の海となる。民衆のパニックは頂点に達した。田辺節夫による本作の漫画版が、1977年から1978年にかけて、 プレイコミックに連載された。単行本は、秋田漫画文庫より、全4巻、世界文化社のセブンコミックスより、全日巻。小説版との大きな違いとして、貢献は登場せず、広見の不倫もない。また小説版のラストでは、崩れた自然界のバランスを、自然界自体が回復するが、漫画版のラストでは、人間側が、さらにバランスを崩す行為を行った。 結果大発生の再来が暗示されている。また、続編の滅びの縁も、同じく、田辺節夫による作画で、漫画版が1981年から1982年にかけて、月刊プレイコミックに連載されている。こちらの単行本は、秋田漫画文庫より、全4巻、世界文化社のアリババコミックスより、全2巻。ありがとうございます。